せーの、配信宝屋さん、ピースピース。すいません、最近動画投稿の頻度が下がっ、一応、二人で頑張ってはいるんですけど、ちょっと下がってたかなって感じなんですけど、実は、しんくんだけ大阪に帰省しておりまして、タカとね、ちょっと別々なんです、今。はい。で、今日はなんかちょっと、ね、髪の毛もちょっとやばくて、ね、スポンジかいうぐらいちょっとやばくて、汚めのお皿とかもちょっと綺麗になっちゃうぐらい、結構スポンジなんですけど、はい、もうそんなこと気にせず、おひげも生えてるんですけど、気にせず、はい、ちょっとね、いろいろ最近あったお話をしていきたいと思います。まず、大阪に、言うて、上京してから2週間しか経ってないんだけど、2週間経って大阪に帰ってきてんけど、やっぱり帰ってきた瞬間もいろんな出来事があって、大阪やーってなったことがめちゃめちゃあってん。で、そのエピソードとかはタカと二人で、もうタカにもいっぱい話したいことがあるから、マクロとか食べながら、撮ろうかなと思うんですけど、あと、10日間ぐらいは俺大阪におるんで、その間は、動画3本ぐらい、なんか3、4本は、タカと別々のちょっと動画になっちゃうんだけど、はい、お互いちょっと頑張るので皆さん、はい、見ていただけたらと思います。で、ちなみに昨日、僕、推しのね、サイン会に行ってきたんです。INI っていうグループのメンバーの松田仁くんっていうメンバーが好きやねんけど、松田仁くんのイベントを一回当たったことがあんのに、自分の体調不良のせいで、行けなかったんです。どういうことですか？で、一旦話それんねんけど、この部屋は、実家の俺の部屋やった場所、はい、結構和室界隈で、はい、やってたんですけど、めっちゃ懐かしいです。もう今はね、もう何もないから、もう、はい、お母さんの趣味部屋って感じなんですけど、この辺にね、いろんななんかメダカちゃんとか、いっぱい、なんか観葉植物とか、そんな感じとなっております。カーテンは、俺のギャル機のまま、ゼブラの、白黒のゼブラ柄のカーテンなんですけど、はい、そんなことは置いといて、ジン君のサイン会に行ってきました。ついに意味わからへん、どうしたらええねん、それのちょっとレポをしたいと思うねんけど、サイン会 INI 初めてやったから、今まで N-っていうグループのニケ君のサイン会に行ったりとかをしとってんけど、 INI 初めましてで、あんまり緊張してなかったんよ、正直。何かって、前日に、居酒屋タルちゃんで、ゲリラで、今日今から、新一日店長します。みんな飲みに来てねっていう、飲みイベをやってたので、結構ね、お酒を飲みました。で、来ていただいた皆さんありがとうございます。5時からスタートやのに、もう一人目は5時2分とかに来てくれて、で、もう1時間後にはもう満席、みたいな。で、もっとバンバン来てもらって、整理券とかも配ってさ、で、もう席1時間制とかになっとったんやけど、はい、もうシャンパンもボトルもたくさん皆さん飲んでいただいて、ほんまにありがとうございました。で、それの次の日やったからサイン会が、なんかお酒も若干残りつつ、みたいな感じで、結構手とかも震えながら、いてたんです。で、最初全然緊張してなかったのに、一人で参加してるやん。喉乾いたからさ、水を飲んでてんけど、結構手がこんな感じやって、もう結構震えとって。で、全然緊張はしてなかった。だから、これ周りに、なんかほら、この人緊張して手震えてんだよとかって思われるのちょっと恥ずかしかったから、もういい加減にしてとか思いながら、震えをめっちゃ抑えて抑えて、飲んどったんやけど、ついにですよ。じゃあ皆さん入ってください。各メンバーのレーンに行ってください。で、ジン君のレーンに行ったら、女の子と、はい、大人の女性の方が、二人、別々やねんけどね、その人らも。二人なんか、先行ってくださいみたいな。もう先どうぞみたいなお互いやりやっとって、めっちゃ気まずいとか思って、ワンちゃん、俺も先行ってくださいとか言われるんちゃうかなと思って、もう自ら、僕先行きましょうかって、なぜか言っちゃいました。はい。僕が一番に並ぶことになってしまって、で、30人しか参加できへんねん。やばくない？まず。ジン君のサイン、あの日にもらえた人、30人。わけがわからん。ほんで一番目。なんか変な、こんななんか大岡間が一番目に出てきて、ジンクどう思うねんって思いました、正直。はい。ほんで、もう何やろう、そっから列並んで10分ぐらい待機時間というか待たされんねんけど、その一番どうぞ、みたいな言うとった女の子と、大人の女性の方と3人、緊張しますね、何喋るんですかとか喋りながら。で、その時に緊張してきたの。そのお二方が結構緊張されてる様子で、なんかそれを見て、すごい実感が湧いてしまって、もうなんなら音楽とか聴いときたかった。はい。
クラシックとか、まあ、何でもいい、あの EDM でも別に何でもいい、ダンスミュージックでもええ、もうなんか聴いときたかった。逆になんかその方がこうやってリラックスできて、あのジンク始めましてみたいな感じでいけるかなと思ってたけど、もうなんかこの一体感っていうか、あの空気感で僕は緊張してしまいました。はい。ほんでまあついに、どうぞみたいになって、でカバンこっちのカゴに預けてくださいって言って、預けて、でどうぞって入ったら、国宝級イケメン待ってはりました。立ってで、あの、やばーいってなって、あのすいません、はじめましてって言ったら、なんかはじめましてみたいな。で、あの、僕、ちょっと前回行けなくて、すごい悔しい思いして、あの、すごいジン君にも申し訳ないなって思って、で、今回やっと来ることができましたって言ったら、ほんで、なんか、ありがとうとか言いながら、なんかサイン書いてくれて、ほんで、待って、めっちゃイケメンって、俺がつぶやいたら、ジン君がね、お兄さんめっちゃイケメンですねって。これあのペントハウスのソジンの真似でも、ほんまにあのソジンみたいになりました僕。ってなりました。はい。推しにそんな言ってもらえる世界線ありえますか。でそっからもう怖すぎて、はい。で、東京から来ました。ん？いや大阪出身やけど今大阪におって、なんかちょっと帰ってきててとかでちょっとね、ややこしいことを言ってしまって、でもなんかそうなんだみたいな感じで聞いてくれとって、は優しすぎやろ、何喋ってんねんとか言うてくれていいのに、優しすぎやろ。で来月沖縄も行きますって、ジンク、松田ジンク沖縄の写真やからね、来月沖縄も行きます、どこ行くのって言われて、サムズ食べてきますって言った、楽しんでね、お時間でーすって言われました。はがしのねお姉さんにお時間でーすって言われました。頑張ってくださいで手振って終わったんやけど、これですよ。その後スタッフからポスターを渡されんねんけど、これやばない？サインでかっ、色紙並みやん、もろてええのこんなん。はい。でここにね、Not for sale、 もうちゃんとこれなんていうの、なりすましとか複製とかできないように、ノットフォーセールのポスターにちゃんと書いていただいて、でこれ結構折れてんの分かる？これスタッフから俺受け取った時にもう手も体ももうこんなんやって、もうなんかもうこんなんやったのよ。でもこの状態でもうなんかどうやって持ったらいいのみたいな感じやって、でもカバンとか預け取ったやつもさ、こうやって何持って帰るんやけど、もうカバンとかももう取られへんくて、もうブースから出てきたこの俺のことをさ、やっぱ一番に入ってるから、もう待ってる列の人全員俺の反応っていうか楽しみにしてこっち見てんねやんか。でも俺さもうやばいみたいな感じで、もうカバンも全然取られへんくて、もうなんか周りの顔とかもう見られへんから恥ずかしすぎて、はい。で走って逃走して帰りました。はい。そんな感じとなっております。でもめっちゃ恥ずかしかった。何やのおかまとかさ、なんか思ってない、並んでた人。震えすぎやろとかって思ってないかな。でもね、絶対みんなもう緊張してたはずやから、待ってはった人。そうそう。もうね、そんなことはね、忘れてると思う。俺の震えてた姿なんて。で、まあその後、30分ほどですね。はい、30分ほど震え散らかし上げまして、はい、で、3、40分後にやっと震えが収まってきて、はい、まあ電車に乗れたという感じですね。はい。今回のサイン会レポはこんな感じとなっております。はい。で、まだちょっと大阪に残って、で、実家のね、片付けとかちょっとお母さん手伝ってほしいって言われてるんで、まあそんなも手伝いながら、まあいろいろしていこうかなと思っております。でね、今回ゲリラでさ、飲み部やってやん。で、そういうのを、もうね、これからも、まあ、多分またゲリラになんねんけど、まあ、大阪や、東京でもできたらいいなって思っております。はい。これからは、ちょっと、ね、10日間ぐらいは、シーンとタカのソロ動画になると思うんですけど、タカは逆に、神社行ったり、水族館行ったり、はい、結構可愛いことしてるんで、そっちの方のね、動画も楽しみにしててください。はい、じゃあね、バイバイ、みんなおやすみ。